おはようございます。ティルト申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ、これはちょっとした最近の YouTube の話になっちゃうんですけど、まあ8年 YouTube やってきたわけじゃないですか。8年やってるとね、やっぱいろんな配信者のいろんなチャンネル登録とかしてね、2つやっぱねちょっと残念だなって思うことがあって、1つはまあ実況動画とかじゃなくてお気に入りの動画、まあその手のね、なんかいろんなまあ分野あると思うんですけど、お気に入りの動画を上げてた人がバーンされること、ちょこれからしいですね。はい。まあ結構 YouTube もね厳しい時代です。でもう一つはね、あ、今までこの人見てたけど急にチャンネル登録者数めっちゃ狙いに来たなって思う。先日、まあ先日ってでもこのもう実況撮ってる時も結構前なんですけど、ライアンチャレンジというレジェンドヒーローにの、まあ一番弱い部類、もう弱い部類で認めるわ、弱い部類のライアンで全てのレジェンドクエストをクリアするという縛りを、完遂することができました。本当にね、すごい、あれは。どこのランペルもそれはできてねえと思うんだ。まあランペルがなんか死んでしたとかやってたの見たけど、それでもよ。うん。ライアンでね、あそこまで行けたのは多分僕だけだと思うんでね。はい。まあ今回は、そのライアンのね、まあ、祝福企画ということで動画を撮っております。はい、チームくんになります。じゃあもう行ってみよう。その前に。ご紹介します。DQ8、ホイミングレース。行きましょう。ライアンオーナー、ホイミングレース、デュラマンホイムセム、ギガンです。まあ、これもちょっとね、過去にやったような気がしないでもないんですけど、ちょっと EX 回としてね、ちょっと紹介させてください。DQ8 において、ライアンがゲスト出演してたんですよね。そのライアンのチームがこちら、ホイミングレース。デュラハン、ホイミスライム、ギガンテスというね。ホイミスライムは、もうね、もう、引けない、なんか、抜くことができない存在ということでしょうね。はい。もう切っても切れない存在という感じで、はい。やっていきたいと思います。時々、僕、ライアンチャレンジの時に言ってた一言があって、横さ、ライアンで召喚すると横っていうのはさまよう鎧とホイミスライムなんですね。おっと。さあ、その横は今回超強化デューランいけデューランパワーボンバー踏ん張りファーズダーン強いなお前、ゴールデンゴリも殴ってるしな。さあ、モンスターマスターなんて今回はホイミスライムがですね、能力値だけ見れんだったらライアンのホイミスライム上です。ただちょっと短所がありまして、それは、モンスターマスター時のホイミスライムと、ライアンで使う時のホイミスライムは違う性能だったことですね。まあ、一番違うのは、わーおここも避けるんだ。いけ!ギガンツ!行くぜ!おら、行くぜ!すごいことになってますけど、早速。いや、時々、僕、ライアンチャージの時に言ってた一言があって、癖のように。横がさまよう鎧とホイミスライムなんですよ。まあその2体にもね、助けられたり泣かされたりいろいろしてきましたけど、僕横さ、デュラハンとギガンテスに変えないと。わーお強いね君前に強いな、デューラやっぱ強い、デューラが強いぞマジで、デューラがマジで強いそう、横さ、デュラハンとギガンテスに変えてくんねえかなと。ライアンチームって HP が2300、あなになに、ピロンじゃなくてピロンじゃねえんだおめえも。おめえもピロンじゃねえんだよギガンテス。さっきからホイミスライムでやるギガンテスのピロ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 行けよってよ。いけ来たー、突戦してきまーす、おらんぜちなみに実際 DQ8 でこのホイミングレースやってると、とある短所があるんですよ。ホイミスライムがあまりにも使えないこと本当にこれはもう本当にそうだと思うんだけど、ホイミスライムがなんか DQ8 のホイミスライムって敵に回すと真ん中で一番 HP 高いんですけど、その性質上ね、ホイミスライムがね最後残っちゃうんですよ。そう、ライアンってチーム作りでも実はちょっとやめろ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 、それもう黒歴史のライダースペシャル酒飲むぞおい、酒飲む量増えるぞ、飲まないけど、ここ半年飲んでねえんじゃないかな、うん、酒。もうやめろって、ライダースペ
ジタル見たら俺先のことしか考えられなくなっちゃう。痛い。なんでギガンテスとゴミジタルクロダメージ一緒なのよ。いけ、こっちも突進してきまーす。ほら行くぜ。あ、外しちゃった。やっちゃった。そうそうそう、こういうことがあるんですよね、この方。まあ確かに横がさ、さまよう鎧とさ、ホイミスライムでさ、なんか目立った短所、まあ目立ち、いや目立った短所めっちゃあったわ。いや目立った短所だらけだったよ、正直。ホイミの、ホイミと爆付けてよう泣かされたけど。あーいたー、スペシャルもういいいいいい、もうカットカット、もうこんな。カットが早くいそうだ。いいいい、もういいんだって、なんかわしが見切り込みに来たって。いいんだ、なんかこのまま終わらせるな、俺。まあでも横考えたらさ、まあ、でもさ、ライアンチームってさ、2321しか HP がなくて、で、横がさ、やっぱ打撃に弱め、まあ、小弱点ですね。はい。アナウンス出るほどじゃないんですけど、小弱点のね、ホイミ。となると、結構ね、やっぱきつかったね、耐久的にもね。とりあえずね、言えること一つあって、このデューダが一番強いんですよ。エイトでは残念な役割でしたけど、エイトでは仲間にするとデューダ、もうわけわからんことになってましたけど、強いですからね。素直にこのバトル作品で、この中で一番使いやすいのは、デュラハントミっても間違いないじゃないですかね。はい。よく外すけど。あ!やばいぞこれ!どうなるかってわかるよね?何が来んの?ちょっとやめとって。やめろやめろやめろ、もう、結果見えてんじゃん!おい!久しぶりに言わせてくれたね!おい!結果見えてんぞ!見てください!我らがバトルロードオーナー、ライアンです!では、その持っているホイミスライムは一体何者かという話なんですけど。相変わらずこのライアンのさ、ホームランで飛ばす一体何なんだろうね、これ。じゃあ、このホイミスライム一体何なんだ?ほら、見てみー、こうなっちゃったやんか。わかったけど、何か召喚しますよ。うん。さあ、このホイミングレイスが、いけそうな相手か。そうだなぁ。ライアンチャレンジで苦戦した相手かつ、やっぱさ、ホイミングレースにふさわしい相手。DQ8 的に考えるんじゃないわ。追憶の、エスターク。これさ、もう目に見えてるよね。帝王の一撃がさ、どこに当たるのか目に見えてるし、どうダメージ食らうかも目に見えてんな。いけるから。なんださあ、始まりました。ホイミングレース。バトルロードからね、チーム呼びをされた。チーム呼び絶対されたな、これ。でも、チーム呼びした時って大体デューラ何もしないんだよな。多分ギガンツが一番、このね、8のゲーム版であるんだったら、ギガンツが一番頑張るね。ゲーム版で一番頑張らないのがお前で、バトルロードが一番強いのがお前なんだ。行くぞ、マイリー。あー、マイリー、どうぞ、すぐ。さあ、目ついてます。こいつは目ついてるぜ。ほいよなんじゃこいつ。バケモンおるぞ、ここに。今日やばいね。あー、自分の通りやばいな。え、やばくないこれ。大丈夫?避けてもいいよ!うわー!ぐはーぐはー!いや、しかし、ホイミここで使うんじゃねえか。エスタークってとどめボーダーが少ないってことを考えれば、今回ホイミスライムってもしかしてめちゃくちゃいい人選なんじゃないか。ワンチャンあるね。このライアンチャレンジでも、このホイミで延命しつつずっととどめ打つというチキン戦法で勝ってきたんですよ。そうそう、ライアンチャレンジの、その、なあ、素振りの素振り素振りされも。あ、帝王の刺激やばいよ。ちょっとやばい。え、誰?ホイミやばいよ。逃げろ。避けろ。ピノリオー大丈夫だ。マジ大丈夫です。今のところ、ひどいですね。かなりひどいですね。踏ん張りフワズランのデューアに、頑張ってるギガンテス、ホイミ、的。的的のホイミね。どうすんの?でも、このターンエスタックまだ攻撃しないんですよ。まだ大丈夫です。まだ焦るべき時間じゃないですよ。大丈夫です。勝ちのルートはちょっとだけ今見えてます。僕ちなみに。よし、いいよ。しっかりボーダー当てて勇気貯めれれば大丈夫だよ。頑張れ!ギガンです!よいしょ!いいよ!耐性の上から300。エスタックの上から300は、あ、瞑想か。どうしようかな。これはね、賢者の石が丸いかな。はい。これ賢者の石丸いっすね。賢者の石でいきます。あ、ちょっと遅かった。やべ。この一応、一予想でどうなるかやな。
これ賢者の位置ですね。4ターン目の行動がドルモアオア凍てつく波動ということで、凍てつく波動を引いた場合ちょっといろいろと無駄になっちゃうんで、ここホイミでもいいっす。なんだったらその場合当てないといけません。他2人がデューラとギガンですが、当てないとちょっときついかな。多分頼むぜ。いや、ギガンです。よいしょ。いや、あ、これたまるか。ギリッギリだな。マエリが2発外してるのがね、ちょっとあまりにも、ちょっとあまりにもだよ。はい、よいしょ。あー、たまるかな。勇気たまりました。大丈夫です。ドルモア、このドルモア、瞑想の後のドルモア耐えるかどうかですね。多分耐えます。マエリあたりがちゃんと経験してくれますよ。見てください。大丈夫です。良いです。ドーン、220終わった。オッケー、オッケー。ホイミンのホイミがいい仕事してたわ。オッケー、行くぜ。あー、行けホイミン。再び登場、ライアン&ホイミン。よく行ったな。いや、白メースタークはさすがに行けるとは踏んどったかな。いや、だってライアンチャレンジって強化された大魔王なんですよ。強化された赤目大魔王ですよ、ライアンが相手にしてたのは。まあ、うん、挑んだ回数がすごいことになってますけど、ライアンチャレンジで数々の勝負を繰り広げた赤目スターク、レジェンドクエストでは超強化でした。しかしこれは普通です。一発撮りで勝てるかどうか、いざ勝負だ。基本的に難易度はレジェンドクエストの赤目の方が明らかに上ですね。はい、なんで普通に考えればこれは勝てるかどうかって話です。まあ、ただあいつは試行回数がえげつないことになってるんですよね。そう、僕の動画の特徴として一発撮りであることです。はい、撮り直さないんですよ、めんどくさいし。一発撮りだぜ。どんな地帯探しても、どんな快進撃出してもそれは一発撮りなんだ。はい、やった。そういうこと、そういうこと。君がやると思ったよ、いつかやると思ってたよ。やりました。1ターン目のね、スピーのホイミです。よくやりますこいつで。ここは確実に防御します。風のモード使わないと、まあ、えらい目に遭いますね。はい、ここまあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。ただ SP がもう使えないのが痛いな。ちょっと早計だったかなっていうのはちょっとあるけど、確定防御はでかいよ。さあ、あとはね、デューラとギガンテスで打点を取りつつ、ホイミンで何かしらを酷するしかないっす。これね、ホイミン爆発剣でいいよ、ここは。ここはホイミン爆発剣でいいっす。モンスターマスターの素早さ的に、かなりの素早さ起こってるんで、おー、そうじゃない。いけ、突進してきまーす。いけ、あー、やっちゃった。お前かい、今度は。おめえかよ。なんでお前が今度は外せんだ。ホイミンもね、ちょっと会心出してほしいな。モンスターマスター称号で上がってるし。ちょっと会心打点がちょっとひどいよ。今度はデューラ、お前がやれ。ギガンツが今ブレた。デューラナイス。そういうことだ、答えてくれたね。パワーボンバー踏ん張りファスナー。マヘドか、どうする。このだ、次どうしようかな。これ次難しいな。いい結構食らうな。これホイミでいい気がするんだよな。今の会心打点はでかいもん。これ、とどめボーダーに持っていくのがなかなか大変ですね。こう考えると。いや、でも、ライアンだってね、おしゃれ着も何もなしというか、適正ねえから。うん。その流れ、うわぁ、マエリちゃんが、これはやばいぞ。熱い。二連回心はマジで熱いよ、デューラー。これは次攻めていいんじゃないか。さあ、当てれるか。ここ大事。よし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 。あと700。あと700です。あ、吐いてつかどうか。これいいんじゃない？これだったら、あーでも、ギリギリだな。これはね、次のターン攻めましょう。はい。エスタックがワンチャン次のターンにこっちを削り殺してくる危険性はあるけど、こっちに攻めた方がいいかもしれない。うーわ、怒り飛んできた。誰？おーっとね！頑張れ！うわ、うわ、うわ、これはすげえわ。え？すげえ！いや、耐えてたんだけどさ。あとは、耐えるのは当ててよ。感動は、勝利の瞬間だぜ！泣いていいのは、勝利の瞬間だけだぜ。あー、泣きそう！泣きそうです、僕！頑張れ頑張れ。ああ、お前たちが揃いも揃ってはあ揃いも揃ってやっちゃった。
このタワーはですね、スターク高校置いてつく波動というものがございまして、出た。僕の第二の苦手、高校置いてつく波動ですか。ちょっと、スターク受け。いや、地獄の方が、そう、高校置いてつく波動と決まったわけじゃないです。5割で負けるだけです。今回のお立場で私たち持ってる。オッケー。耐えるの？耐えろ。耐えてくれ。耐えろ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 。もう危険です。ギガンテスどうしたの今日。ちょっと待って、まあ、本当に待って、どうしたの。嘘。俺ギガンテスにまさやさやさ、本当にどうしたの今日。最後にも英雄ライアン、お前たちよくやってくれたと。いや、ちょっと待って、俺本当に今ね、この一戦全てがいろいろ信じられない。前に二連回心ね、5割の負け筋引かなかったのは偉いけどさ、そのギガンテスがなんであんなに避けたのかマジで意味がわからない。え、なに今回、この一発撮りという大舞台、赤メスターを倒せるかわからないこのチーム、ホイミングレイス見事快挙を収めちまった。